皆さん、こんにちは。下関で、お菓子な動画を撮ってる、モモです。今日は笑い、割りバージャンすまんだ。どう、どう反応したらいいんだろう。僕もしゃんっていろんな人が出てまして、まあ、不意に映った人とかもいるし、まあまあ、モザイクとかもするケースもあるんですけど、なんだろうな。今回は、なんだろうな。逮捕者が出たん、 ですけどね、まあまあ、その辺はあまり詳しく言わないようにします。で、なんだろう。逮捕とか懲役とか、結構いるの僕のチャンネル出てる人ね。<laughs> 僕はないよ。逮捕歴ないよ。懲役もないです。ないです。別にさ、それで、あってもなくてもいいんですけどね。人間ってそんなことがあっても生きていかざるを得ないですからね。逮捕、懲役、生活保護、そんなん別にどうでもいいです。あのいいんです。受けりゃいいんです。 <laughs> 受けりゃいいんですってもんじゃないけど、まあ経済的に自立して好きかってやってる方が、僕は好きなんで、そうはなりたくはないなと思うんですけど、まあ今回のネタは、はまあ詳しくは話しないようにします。うん。まあ多分、その、長期とかならないと思うんですけどね。うん。まあいわゆるションベンケ慶ってやつですよね。どうだろうな、動画を始める前に、あと、この辺の地域、話しましょう。分与、分与航空っていう、闇の闇、闇 <laughs> ごめん文様の人たちを、生徒をディスってるねそんな子いまいっすよ、今文様って言っちゃうけど、あの、どうだろうな。僕の世代よりちょっと上ぐらいの、下、下はそんなないかな ?40、半ばぐらいの世代が、から上が、怪しいですね、分様はあ。今回もつばやその世代。50代も怪しいですね、50代前半とかもね。 大体、だいたい僕の世代もそうなんですけど、まあ、懲役、<laughs> 生活保護。<laughs> 生活保護とかは、まあ、直接、あんたは生活保護なんで誰、誰って聞かないんですけど、まあ、その辺いっぱいいますからね。ぶっちゃけ。うん。なんで、気にしないようにはしてるんですけど、まあ、気、まあ、全く気にならない。気にならないんだけど、要するに、僕みたいに、その、なんだろうな、親が、 世帯年収1000万以上で、世帯年収1000万以上、ありましたよ。中野伝送とか作ってたのなんか会社。なんか失敗したみたいな、失敗したかどうか知らんけど。中野伝送。俺は社長零速よ、一応ね。社長ご零速なんて。こんな、品性のない顔とかね。顔で判断するみたいな感じなんですけど。まあちゃんと、あの、小てに住んでてそんな高くないけどね。小てに住ましてもらった方 親にね、あげたいなと思いますよ。それで、あの、新学校、まあ、西高っていうね、まあ、新学校なんかな、まあ、大したことないんですけど、そこ行かしてもらって、まあでも、この辺では一番よ。そっから、あの、まあ、大学とかも行かしてもらってたわけなんですけどね、まあ、山田井もどうなんかなとか思うけど、まあ、東大一個も行ったし、学部も行くような子供もいたし、まあ、要するに坊っちゃんですよ、僕。坊っちゃんなんだけど、まあ、文野にもいろいろある。あの、僕みたいになんか、 成績優秀なんだけど、いい加減なやつもいたし、どんなやつがいたかなえー、っと、医者になってやつ、医学部の教助教授かなんかや,やったやついるよ。とかもいるし、官僚になって辞めて帰ってきたやつもいるよ。警察官僚かなみたいな。いますよ。上はそんなところ。もっといるかなまあまあ、いると思いますよ。あ、政治家もいますよね。その辺に、あの、<laughs> うん、政治家何人かいますけど、国会議員もいるし、えー、っと、市長とかもいますよね。 家とかも知ってるけど。なんか、<laughs> まあ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 。いろいろいますよ。上は政治家、官僚、医者、弁護士。まあ、僕は中程度かな。そんなもんかな。まあ、西子っていうところ絡むとまたややこしいんで、まあ置いときます。だけど、えっ、ー、と、どこだあれだ。普通に、分様地域って、なんかそういう人が多いところなわけ。 えっと、どんな人がいるかなうん。だからさっき言ったように、懲役、生活保護、生活保護の連鎖みたいなね。別にいいんですよ。人間生まれたら生きてか、生きてかないとね、簡単にはしてな,ないんでですね。どっかから金を取りながらとか、もらいながらとか、稼ぎながら生きてい僕も同じです、ほとんど。それとは全然違わないんで、多少は、まあ。 まジかなとかね。人間の生活、人間、長い人,人類の歴史の中じゃないですか。そんな上下の誤差の範囲ですよ。マジで。うん。というふうに思ってるんですけど、その中でやっぱり文様ってのは極端になんかそんなのが多いなっていうふうには、思わない <laughs> と思います。一回ね、文業の先輩と話し,したことがあって、それはまた別の機会でもう、この YouTube を始める機会、始める前の話で、 まあ、ラーメン屋で喧嘩を売られて、とか、そんな話で、ジョイフルで喧嘩を売れて、で、お前分、文様かみたいな。あ、僕、文様なんです、みたいな。したら、なんか、すごい打ち解け合って、ね、そんな話がありまして。で、二人いて、その先輩がね、あの、先輩二人いらっしゃってですね、一人が執行猶予。一人は別にそんなないんですけど、そんなない人が、お前、こいつに今、喧嘩、 ふっかけるみたいな。ぶん殴っていいぞみたいな。おいてこいつ、あの、執行猶予だから、お前絶対喧嘩勝てるぞみたいな。喧嘩勝っても嬉しくないし、みたいな。ぶん殴って僕がして嬉しくないじゃん、みたいな。でもそうだけど、ま、あでも現実そんな人がいるんですよね。まあ、これは YouTube 始ま前の話。次が何だったかなぁ。えー、っと、あいつは懲役行ってないと思うんだけどなぁ。 うん、まあでも、うーんまあでも楽しそうにやってるからいいんじゃないかなと思いますね。うん、次は何かなうーんとまあ言えない話が2つある。言えない話が2つか3つある。うーんあれをやってた、あれをやってたみたいないいえと。あとね、あいつね、しばらく見ないなとか。 思ってた時あるんですよ。あいつしばらく見なくて死んだかなって同級生中学校の時ね。絶対死んでるような交されたかなみたいな奴がいて。見たのあったのあって僕の動画にも出てくれたんですよ。すごくありがたし、なんかすごく、ああやっぱり元,元々はちゃんとしてるんだ。だから、なんだろう。懲役にも内容があるんですよね。うん。 なんか、人のものをなんか、なんか、暴力的なのとか、そんなのではないんですよ。ね。エロ系でもないし、みたいな。やっぱり、付き合いやすいですよね。なんか、説明しても、こういう風にやったらいいよって言ったら、説明してもなんか、あ、そうかそうか、みたいな感じでね。うーん。まあでも、しばらく見なかったんで、そんな感じで、懲役に結構行ってたんですよ。何の懲役かとか何年とかはちょっと、あの、わかるんで言わないですけど、 うん、そんな感じ。あ <laughs> となんだかな。えー、っと、まあ、最近もあったよね。あの、下関港であったんですけど、まあ、経済系ですよね。経済系のやつって。これはね、あの、ご本人、僕ちょっと YouTube で言ったときに、あれは違うよと。俺はね、ちょっと、連絡じゃないけど、なんかな。うん、ちょっとたまたまそう言ったので、 話聞いて伝えで、中身は知らないんだけど、あのー、そういうふうに、まあ、でも懲役じゃないと思いますよ。えっ、ー、と、これは、こういう、あ、でもね、かなり拘束されたって、ブチブチ文句言ってましたよ。まあ、それはね、僕、その人の話信用してもいいかなって、思いますね。うん。だから、知らないで、なんか、片棒をかつ、がさえたけど、なんか、そういうふうになって、みたいな、しばらく拘束されて、 やっぱりでも、やっぱり、なんだろうな、そういう人って、どちらかというと会社に所属せずに、みんな今まで行った人って大体、割とそう。だから、うん、仕事ストップして迷惑かけるわけですからね。だから、本人が本当に悪くないんじゃなければね、なんか見せし、しみ、みたいな感じでね、なんか、なんともなーっていうふうに思うんですけどね、僕もね、そっち系から、 あの、<laughs> 警察官の方とか <laughs>、ま、検察のとかで、そっちを、いろんなところまでね、あの、コネクションがあるんでですね、うん、どっちの方を持つこともできないんですけどね。まあ、ね、やっぱ、でもやっぱ国家権力はね、強大ですよ。朝日ダイエットしてまして。ね、こんなクソまずい発泡酒飲んでますけど。<laughs> まあ今回の件もぼや、ぼかして言いますけど、今回の件は、まあそう、他になんかあったかな。 犯罪って言ったらこの辺いつもですからね。な例えばそこのあの、下のローソンで、あの、なんか、揚げ物とかをなんかフラフラと持って帰っちゃおうちゃんとかいるわけですよ。普通にいるし。なんだろうな。優しくないで例えば、下関駅だって昔放火されたし、下関駅の肉沼突っ込んだとかするから別に、あの、なんだろう。反射以上に悪いやついますからね。全然。 下関駅に突っ込んやつ何人やったみたいな感じで。あれ弟見てたんですよ。だから、なんだろうな。まあ、いろいろある地域だなと思います。分様地、地区。ね、そんな風に思いませんか楽しいか、楽しくないか、巻き込まれたら、まあで、外から見てる分にはね、うん、人間狂ったらこうなるのか、みたいな、まあ。まともな人間ではないですよ。ね、はっきり言って。だって普通に暮らしてくれるもん。でもね、まあ、 だから、まあ、軽いもので言えば、その辺からふらふらなんか、あの、コロッケを持って帰っちゃうの。<laughs> ちゃんとかね。で、あの、ねあの、コンビニの店員の姉ちゃんに、お前こらみたいなこと言われるレベルからですね。<laughs> まあ、まあ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 。ね、死刑は、ま、免れないこともやっちゃう人もたまに出てきたりとかね。そんな、裏話、裏で言うとね。まあまあ、この辺はね、 まあ表に出てる内容なんでね、全然その辺普通に発骨したりとか出てきたりするんでですね、分与ですよ。分与、分与。まあ、まだまだは闇は深いと思いますよ。<laughs> という感じで、今回は、まあまあ、大したことないです。大したことないって言っちゃいけないんだけど、うーん。ー何人このチャンネルで犯罪者を産んだんだのみたいな。俺は産んでないよ。俺はやってないよ。俺はやってないし、その人犯罪を仕向けるようにしたことはないんですけど、結構いますよ。 結構映ってる。という感じで。ええー、とね、分洋地区、分洋航空。分野の今の分野を実って,ってんわけじゃないもっと年代、今、今だって十何歳とかでしょだから、30、40ぐらい上の人たちっていうのは、かなりやらかしてるんですね。うん、でも、下関駅近いし、飲食店も多いし、海は近いし、山もちょっと車が狭るし。 いいところなんですよ。海近いのはめっちゃいいところ。でも全然釣り人、釣れるやついい、ね、ですよね。まあ釣りも一応手間とか金がかかるからね。そんな感じですね。豊かに暮らせるんだよ。あ、そう。車なくて暮らせるからそういう。車なくても買い物とか行けるから。うん、そういう感じの住環境とかになってるのかもしれないな。うん、生活保護シングルマザー、犯罪者。 うーん、なんだろうな。他にもいろいろ。まあ、僕もですね。<laughs> 僕も住んでるからね。僕も底辺の、あの、同じ穴、あの無事なです。ということで。分野について。分野じゃない。分野について解説しない。新地とか、この、なんだろうな。どの辺まで言うんだろうな。そんなところについて。例えばですよ、でも、あの、吉見とか、川田とかいうところで、とか、新下関とか、新下はどうかな。 物価高い、そうだよね。家賃の方が高そうだけど、そういうところに、あの、車がいるところとか、なんか物価高そうなところに、そんな人っていないじゃないですか。この辺は、車なくてもなんかそれなに過ごしてくれるし、みたいな感じもある。そういう傾向があるのかな、というふうに思いました。ということで、方面祝いをしましょう。方面祝い。方面祝いとか、まあ、駅太郎のチャンネルで見た、見て覚えたこともあるんですけどね。方面祝いと、なのかな、今回はわからんけど。 正直にはいかないと思いますけどね。あの、まあ、執こいをつくと思うんですけど。またよろしくお願いします。バイバイ